D.O.R.R. 君、スパチャありがとう。日本人はなぜ移籍金、年俸ともに安いのでしょうかガーナ人の方が高いイメージただの先入観、プロチーム、その程度のスカウティングってことでしょうんプロチームのスカウティングがいいから安く、安いうちに買えるっていうのはありますね。移籍金って所属クラブとしてる契約とか、J リーグとか日本人でさ、複数年契約で高い給料で囲ってるとかないから、ってなると、移籍金って違約金なんですよ。その契約を破棄させるお金だから。 破棄させるお金を高くする必要がないですよね。接近高い移籍って残り契約年数3年4年とかあって年俸も高くてみたいな感じで、そのチームがあの契約を破棄させない所属元がっていう状況だから、ただそんななんかこう、マイナスな見方ではなく、まあ日本での契約の仕方と、うん、海外のチームが、あのそこをあの見つけてとか、うん 接近安く、まあ、いい選手を取れるっていう状況だからそういうふうにしているっていうふうに考えればいいですね。